ハートさんの好きな方は大丈夫だった？かようなことにはなっております。早いか、よかった。さあ、趣味の皆さんの人数いかがでございましたでしょうか。楽しんだ方が多いのでありがとうございます。なんつうの、はい、ここ見にくいかな、これ。あ、あるかな、こちら来られますでしょ。あそこ、あそこ、わしがさっき座ってたとこ、これや、みんな。ここ、ここ、みんな、行こう。あ、じゃあ他にも後ろで見えにくいなって方いらっしゃいませんのか。ここの特等席まだ空いております。ああ、そうじゃよ、ここの特等席が空いております。そして先ほど忍者の皆様が使っておられた石垣がなくなっているので、ここからもご覧いただきまする。よろしければどうぞ。よし、おや、ここまでは進んでいただきまするぞ。どうぞどうぞ、特別にここ、どうぞ。え、なんだろう、わしもこっちで見ていい？聞いてるよ、ごめんな、みんな。はい、ここここここ来てるな、ここ、はいはい、ありがとうございます、ありがとうございます。すごいな、ここここって言ったら、こちらのお付けくださいますよ。ここここ、さあ、他にもな、あの見にくい落ち物前の方に来てもらってな、あのぜひ我らライブ最後までしかと活目してくださいな。てか、こっちのものちょっとあの多いで、向こう側に行ったことじゃん。このがむずいぞ。あとそこはあの砂煙かおるで、あの格好しとってな、みんな気をつけてな。ありがとうございます。さあ、ここもいいか。あ、よろしいですかな。他にも見えにくいなんて方、こちら側少し席が空きましたので、ぜひともご利用をお願いいたします。あと一つ確認なんだけど、あのさっきのあの忍者の忍術激しすぎて打ち死にしたよっていうもの、これなんかな。おお、危ない危ない。あそこら、はいはい、ええよ。ああ、ご一緒です、はい、ありがとうございます。一時大丈夫か。そしてあの、今来た幼稚者、早く帰りたい幼稚者おらんか。早く帰りたいなんていう方おられまするか。おったら、これから武将様方のかっこいい演武でござりまするぞ。おったら、多分武将様に切られて、ここで打ち死にする。よし、だってみんな、あの、最後まで、あの、写真撮影なるな、対応とかも最後にやるでな。さようにござりまする。そこまで、しかと見ていただいて。よろしくお願いいたします。あと、あれじゃ。見るだけじゃないでな、みんな。拡散中のをしないと、ここにいるみんなの意味がないでな。わしらは、その拡散をして、この名古屋を盛り上げるためにここに寄るんじゃ。みんな分かるか？拡散をするんじゃ！拡散をするんじゃ！拡散をするためには、かっこいい写真を撮っていただければさようじゃな。皆様方、写真機のご用意もお忘れなくよろしくお願いいたします。そして、今、この場で我らと一緒にできることがございまする。あ、誠に？はい。なんと先ほど、足出さんでくださりませと申し上げました。ただし、おらんおらん、おしゃべりしてはならんというと覚えはございませぬ。確かにな。一緒に声を出してまいりたいと思いまする。ある？なんか声出せるもの。勝ち抜きなんかいかがでございましょうか。あ、ええー、な。勝ち抜きもうみんな知ってたの？知らんものおるよ。勝ち抜き知らないよって方。なぜチラホラおるんじゃ。チラホラ、チラホラ。みんな知ってる？勝ち抜き。どうやらあの異国の方も多いやでございます。そうか。言葉がわからん。ああ。じゃあ逆に、あの勝ち抜き知っとるよちものどれだけおる？勝ち抜き知ってるよ。やったことあるよってこと。おーおーなんで多くなりましたの。多くなりました。何何目の。さっき勝ち抜き。あの知らんものっつって手あげてただろ、はあ、で勝ち時知ったるものっつって手あげただろ、はあ、手あげたらもの何、はあ、言葉がわからん、うん、もしくはあの凛太郎さんの言う通りには全くわからんではでは、わかるように説明をしてまいりましょう。わかるものある？誠にござりまする。あの知らんという方にはこれから知っていただけばええといういい機会でございまする。あ、そうか、確かにそうじゃない。はっ、切り替えが早い。よし、では、な、知らんものもそうですね、教えてまいります、うん、では勝ち抜きと申しますのは、武将様がえいえいとおっしゃいましたら、皆様方は元気な声でおーと返事をしていただくことでござります。では異国の方に向けまして、よし、 When we say A A follow us by saying おーおー、いいな、言ってくれましたの、ありがとうございます。それでは一度練習してまいりたいと思います。皆様一緒にやってまいります。右手の拳ご用意くださいませ。 Please go like this。
はい、えい、えい、ありがとうございます。おー、優勢、おー、だけ言うんじゃ、はい、あったんじゃろ。お願いいたします。みな、あの、声揃えてまいろうな。はっ、みなの声を揃えてまいれば武将様もどえりゃすごい演舞を演舞を、そして我らもどえりゃ笑顔で演舞ができる。みなの声援が我らの活力になるでな。まあ、やってまいりましょう。右手の拳掲げてくださね。はい、一緒にやってまいりましょうの。ありがとうございます。さあ、まいりました。はい、カスト記者それえいえいあえいえいあえいえいあ、ありがとうございます。最後の最後までお楽しみくださりませ。我ら名古屋おもちの支部招待は400年前よりよみがえりし者の集団。本日は現世という戦国の世を生きる皆様方にたくさんの元気とありったけの勇気を精神性お届けする所存でございます。民に愛されし戦国一の出世頭、
さあ、皆の衆、わしが見えたら元気よく手を振ってちょー。はい、元気よく手を振ってちょーよ。そうじゃそうじゃ、笑顔もつけてちょーよ。そうそうそう、たくさん振ってちょー。そうじゃそうじゃ、早くしろ。ロゴ見えとるね。これおいし、はい、そうだそうじゃ、はい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 、ありがとうさー。さあ、聞け。逃げるが勝ち。よいしょ。待て、少し休憩させてちょう。おめえたち、夢持つならどういうやつ持ってちょうだよ。このわしを見てちょう。生まれた身分なんて関係ないがね。皆の衆、わしとどういう夢見よまい。戦国一の出世者、わしは太閤豊臣秀吉じゃ。はあ、バゲルノ、そのお前は尽きることなく、その男は誰も見たこともない夢を見た。苛烈に波動を巻き起こした天下人、織田信長。オーダー信長である。ジャム、さあ、名前をし八時をあげよ。はっ、名古屋とここに集まりし皆々の幸せを願って勝ち時じゃ。それえいえい、あえいえい、あえいえい、あ我らはここに蘇る。我らはこの時代に生きる皆の声を聞いた。必死に大根を幸せにするために戦い続ける。皆の声を聞いた。だから我らはここに蘇る。どんなことが起こったとしても、共に苦しもうではないか。共に悩もうではないか。共に喜もうではないか。共に楽しもうではないか。共に生きようではないか。我ら、我らはおもてなしに招待。はい、thank you.
名古屋おもてなし部総隊でござる。この度は名古屋城に来てくれた我らは、実は毎日この名古屋城に出陣をいたしとるんだな。さよう。平日はもちろん、土日祝日はこのように演舞を届けてまいる。そして土日祝日はせっかくこれだけの人数が集まったということで、お写真撮影会じゃー。おー、それだとね、今一度忍びを呼んでもよろしいでしょうか、信長様。それはいかがなものかな。では、ぜひ手を取りますか、谷に。おでは、この後写真撮影があるんじゃが、忍者、入ってきてほしいよ、チームの拍手。お、わしも今そう思ってる。さすがでございます。あとに半島忍者で入ってまいる。さすがの皆様、神を一番に大事にしているのは信長様ですが、角が立つか、その言葉は。いやいやいや、そんなことはございません。さあ、お、事件がしっかりついることはないか。あれは忍法の何か。お、忍法何。うつせの術で。うつせの術。何を言うとんじゃ。お前の頭だけがうつせだろう。はちかしましたね。では、野村さん、今一度是非を取ってまいりましょうか。忍者が本当にいるかどうか。あ、どうしますか。いや、もう写真撮ってまいろう。はは、わかりました。よし、あれを求める。そう、我らが届いた言葉は、そう、ようこそ名古屋へ。ありがとうございます。よく来てくれた。ありがとうございます。ああ、こいつがどうなってもいいのか。しかと写真を収めよ。これは人質ですな。お前らが拡散いたさないと、こいつがどうなっても知らんねえな。面白そうですな。では見るぞ、ゴー。だからって撮らないとなし。3、2、1、しまいじゃー。ちなみに拡散しないとどうなるか、とても気になるんですが、どうなりますか。いや、すごく簡単。刀がこっからこっちに通り抜けるだけ。なるほど、刀でさ、通り抜けるだけ。通り抜けるだけ。それは楽しみですな。では、まず、5、4、3、え、なんか気持ちはわかるぞ。1、あ、全国の勝利だぜ。大丈夫か。ラッキー、わべき。そして、おめでとう。いいよ、この大黒天皇の所業。もう、ちょっとは名古屋城来てくれませんね。初めて見たな、人質は。なかなか見ませんね。貴重な経験だな。4、みんな平和になるわけだ。3、そうですね。2、異国の者はなぜこいつが人質になるのか。もうちょっとわからんと思いました。何言ってやった。ありがとうございます。では、このうち鳩に鳩に所帯はどういたす。このうち15時40分頃までこの近くにて、みんなと共に写しを撮ってまいりまする。何をやっとる、まだか。どうした。勝ち席がないゆえに、わしを家族がと思います。では、代わりに言ってる。あ、なんだって。この近辺におるそうです。12時40分ぐらいまで。あ、12時 ?15時。15時。15時。15時でございます。勝ち席を持ってるのか、喋れ。15時40分でございまする。はい。じゃあ、帰ってもらって。よし、飲みの方たちよ、そう。さらばじゃ。陰謀さぞ苦労してることだろうな。大層な苦労。それでは、信長様、せっかく言うに我らも写真撮影会を開いては。おお、もちろんじゃ。はっ、それでは写真撮影会第2弾じゃ。おさあ、これよりは我らと個人的に写真を撮れる覚悟を設けてまいりてな。個人的に1対1。ただこの写真撮影会第2弾、いくつか注意事項があるので、しかと聞いてもらいたい。さあ、この後この場に列を作ってまいるんじゃが、この列に優先順位というものがある、しかと聞いてもらいたい。子連れの家族、年を召した者、体が不自由な者、そして異国から来て時間のない者、こういったものを列の前の方へと優先的に案内してまいるでな。周りにそういったものがおれば、前へどうぞと心優しい気持ちで列に入れてやってもらいたい。いいかな。よし、それでは座っておる者たちの中で敷物を借りておる者たちは、しかとその後畳んで、皆から見て左手側の青い箱の元へと返却してもらいたい。さあ、それでは皆